ホルームズ海峡タンカー攻撃事件は2019年5月12日にオマーン湾ンに面したフジャイラ沿岸で4隻の商業船が攻撃された事件。フジャイラ港で給油を受けるためアラブ首長国連邦の領海に停泊していたサウジアラビア船籍のタンカー2隻、ノルウェー船籍のオイルタンカー1隻とアラブ首長国連邦船籍のバンカー船1隻が被害を受けた。 アラブ首長国連邦外務省は船が妨害的破壊攻撃を受けたと発表した。アラブ首長国連邦は米国及びフランスとの共同捜査調査を開始し、予備調査の結果、4隻ともすべて喫水船付近または下部に爆発によるものとみられる直径5-10フーとの穴が開く損傷を受けたことが確認された。この事件は ペルシャ湾地域で米国とイランの間の緊張が高まる中で発生したもので、米国当局は攻撃の背後にイランがいるものと推測した。アラブ首長国連邦政府は、まずは調査結果の報告が確定されなければならないと述べ、容疑者の追及については言及しなかった。イラン政府は国際的な調査を求め、事件は偽旗作戦の可能性があると述べた。 アメリカはイラン革命防衛隊が攻撃に直接の責任があると非難した。アラブ首長国連邦が主導した国際的調査の結果によると、高速艇に乗ったダイバーによって、船体の破壊にリムペットマインを設置、爆破したもので、洗練された組織的作戦であり、容疑者は、ステートアクター、ステートアクター、国家側の行為者である可能性が最も高いと結論づけている。 なおこの事件の1ヶ月、2019年6月13日にも同様の事件が発生している。事件はイランと米国、サウジアラビア間で緊張が高まる最中に起きた。2018年5月8日、アメリカはイランとの包括的共同行動計画から離脱し、イランの核開発計画に対する制裁措置を復活させた。これに対してイランは、 石油輸出の要衝であるホルムズ海峡を封鎖すると警告し、世界の石油市場に影響を及ぼしうる事態となった。イランに対して実施された新たな制裁の結果、サウジアラビアが石油供給量を維持し続けたため、市場に影響を及ぼさないまま、イランの石油生産量は市場最低を記録した。トランプ米大統領はイランと 各開発計画について協議することを申し出たが、一方でイランとの軍事衝突の可能性は排除しなかった。イランはトランプ大統領に対し、米国との交渉はないと回答した。2019年5月5日、米国家安全保障問題担当大統領補佐官、ジョン・ボルトンは、情報機関からイランの米軍攻撃計画について報告を受け、米国がイランに、 明確なメッセージを送るために、エイブラハムリンカーン率いる空母打撃軍と B-52 爆撃機4機を配備したと発表した。事件の数日前には、イスラエルの情報機関から米国に対し、イランがサウジアラビア船舶を攻撃する意図があるとの警告があった。事件の前の数日、アメリカ合衆国はイラン、または関連組織が、 当該地域の海上交通を標的にする可能性があると警告し、そうした脅威の明確な兆候に対抗するため海軍を配備した。米国務長官マイク・ポンペオはこの事件について、ワシントンのイラン産原油輸出を断ち切ろうとする動きに対し、イランが原油価格の引き上げを狙って起こした事件だとの見方を示した。イランはこれを否定し、事件の国際的な調査を呼びかけ、 偽旗作戦の可能性について警告した。イランによれば、この事件は、軍事的対応を引き起こそうとする、イスラエルのいたずらである。アメリカ、イラン、サウジアラビア各国は、この地域での軍事紛争への反対を表明している。事件は武装組織風刺によるヤンブーのサウジアラビア、石油パイプライン施設攻撃の2日後に発生した。どちらのルートも、 サウジアラビアとアラブ首長国連邦が、先のイランによるホルムズ海峡封鎖の脅威を回避して、ホルムズ海峡を通過せずに石油を輸出するために使用されていた。観測筋によると、どちらの事件もイラン革命防衛隊が湾岸協力会議諸国に経済的危害を加える意思があるというメッセージと、ホルムズ海峡外での石油取引にも影響を与える。 能力を示すメッセージを送るために攻撃を指揮したものと見られている。2019年5月12日現地時間の朝、親、ヒズボラのニュースチャンネル、アルマヤディーン AL マヤデーンは、7隻の石油タンカーが、フジャイラ港での爆発に巻き込まれたと誤って報道した。このニュース報道はすぐに、イランのプレス TV 等のメディアに取り上げられた。アラブ首長国連邦は、 フジャイラ港の爆発を否定し、港は引き続き正常に機能していると述べた。アラブ首長国連邦外務、国際協力省は後に、アラブ首長国連邦の領海外、フジャイラ港沖に停泊中の船舶4隻が、妨害的攻撃の対象とされたという声明を発表した。1隻がアラブ首長国連邦国旗、もう1隻がノルウェー国旗を掲げていたほか、 サウジの原油タンカー2隻も攻撃対象となった。攻撃による死傷者はなく、原油や化学物質の流出もなかった。サウジアラビアのエネルギー産業鉱物資源大臣権、サウジアラムコ会長のハーリド・アブドゥル・アジーズ・アル・イコール・ファーリ派は、被害を受けた船のうち2隻が、サウジアラビア所有の石油タンカーであるとし、2隻の船のうちの1隻は、ラース・タンヌーラ港から、 サウジさんの原油を積み込み、米国のサウジアラムコの顧客に向けて輸送する予定だったと述べた。あとに4隻は、サウジ船籍のアルマスーカとアマジョット、UAE 船籍のエーミヒエル、ノルウェー船籍のアンドレア・ビクトリーであることが判明した。ノルウェー船の所有会社、トーミシップマネージメントは、フジャイラ沖に停泊中の船が、 喫水戦場の未知の物体による攻撃だった。襲われたと発表した2019年6月6日に、ノルウェー・サウジアラビア・アラブ首長国連邦が国際連合安全保障理事会に提出した攻撃調査結果に関する合同声明文。アラブ首長国連邦は損害の原因究明するための調査の立ち上げについて、米国に援助を求めた。調査結果によると、べての船において、 喫水船の近く、または下に5マイナス10フートの穴がおそらくは爆薬物によるものである可能性が高いとされた。初期調査において爆風の程度を査定した米軍チームは攻撃はイラン、またはイランが支援する組織により引き起こされたものと非難した。米国は中東の船舶を標的とした妨害行為であるとして商業船へ新たに警告を出した。 アラブ首長国連邦はこの事件は現地組織と国際機関とが協力して調査されると繰り返し述べた。この事件は中東でアメリカとイランの間の緊張が高まる最中に発生した。米国防総省は当地域に空母・パトリオットミサイル部隊及び B-52 爆撃機部隊を派遣した。フランス、ノルウェー、サウジアラビアも被害の原因究明に加わった。 アラブ首長国連邦はタンカー攻撃への共同調査が公平性を保障すると述べた。ノルウェーの保険会社の報告書ではイランのイスラム革命防衛隊が攻撃を支援した可能性が非常に高いと結論付けた。米統合参謀事務局長であるマイケル・ギルデー海軍中将は米国の諜報機関の結論ではイラン革命防衛隊に攻撃。 直接の責任があると発表し、これはイランの最高指導者に起因するものだ。私が言及したすべての攻撃はイラン軍とその大理武装勢力を含めイランに原因があると確信していると述べた。国際的調査はアラブ首長国連邦が主導によって行われた。2019年6月6日にサウジアラビアとノルウェーとの共同声明として UAE 国連代表が 国連安全保障理事会に提出した国際調査の予備調査結果は4隻のタンカーへの攻撃は宣伝され組織的な作戦の一環とされた。調査では4隻の損傷程度を評価、破片の科学分析を行いリムペットマインが攻撃に使用された可能性が非常に高いと結論づけた。声明によるとリムペットマインは高速艇に乗ったダイバーによって 船舶に設置された可能性が最も高いと見られるとした。入手可能なレーダーデータと攻撃前の停泊時間に基づいて分析が行われ、調査の結果、リムペットマインは船を沈没させたり貨物を爆発させたりしない程度に船にダメージを与えるよう調整されたものであったと判断されました。国連安全保障理事会に提出された声明は、4隻への攻撃は 宣伝され組織的な作戦の一環で、大規模な作戦能力のある主体、10中89国家によるものである可能性が高い、と結論付けた、事件後、原油価格は一バレルあたり1ドル以上上昇した。サウジアラビアのハーリドアルイコールファーリハエネルギー省は、事件は、サウジアラビアの石油タンカー一隻が、サウジアラム古社の米国顧客に向けて輸送中に、発生し、爆発によって、 船の構造に深刻な被害を受けたと述べた。また、ドバイとアブダビの株式市場は2019年度最大の下げ幅となり、ドバイ市場の株価は4%の下落、サウジアラビア市場は3.6%の下落となった。米連邦会議局は、アラブ首長国連邦に停泊中のすべての船に、妨害行為のため離岸するよう警告を発し、少なくとも翌週までは、 注意を払うよう呼びかけた。2019年5月15日、アメリカ合衆国国務省は、バグダッドの米国大使館と、ザイアルビールベ領事館の緊急事態対応関係者と養殖者を除く、職員全員に対し、ペルシャ湾におけるイランとアメリカの緊張が高まりがあるため、イラクを離れるよう命令した。ドイツとオランダはイラクでの軍事訓練が停止したが、 理由の一つにイランとの緊張の高まりも挙げられている。アラブ連盟事務総長、アフマド・アブルゲートは声明でこれらの行為は、海上輸送ルートと貿易の自由と完全性に、対する深刻な侵害であると述べ、アラブ連盟は、アラブ首長国連邦とサウジアラビアの側に立ち、その安全と利益を保護するためいかなる手段も取るとした。ノルウェー、サウジアラビア、アラブ首長国連邦は、 アンスックに共同声明を提出し、中東の商業船が標的となっていることを告知した。2019年6月6日、アラブ首長国連邦がサウジアラビアとノルウェーと共にアンスックに提出した共同声明は、ステートアクターが攻撃犯である可能性が高いと結論付けた国際調査の結果を伝えたが、加害の疑いのある国名には言及しなかった。 イランのダリーフ外相は6月6日の国連安全保障理事会とサウジアラビア、ノルウェーとアラブ首長国連邦との会合を非難しツイッターでイスラエル情報特務長がイランが妨害行為へ関与したとする情報を作り出したと非難したアラブ首長国連邦のアンワルガルガーシュ外務担当国務省は UAE は緊張が高まる中でも 状況の非拡大化に取り組んでいるとし、我々は銃に飛びつくようなことはしない。我々は非難ではなく、注意を喚起することが必要だ。これまでも常に自制してきたし、これからもそうするだが、近年のペルシャ湾岸地域における緊張の高まりについてのイランの振る舞いを非難した。アラブ首長国連邦は攻撃事件の被疑者名を挙げていない。アラブ首長国連邦外相。 アブダラビンザー・イド・アール・ナヒアーンは、調査で得られた証拠からタンカー攻撃は国家の支援を受けたものであり、証拠は国連アンポリに提出済みであると述べた。妨害攻撃のニュースを受け、ドナルド・トランプ米大統領はイランにとって悪い事態になると脅した。バッド、プロブレムとは何を意味するのかを尋ねられたトランプは自分でわかるはずだ。彼らは、 私が言っている意味を分かっていると答えている。米国家安全保障問題担当大統領補佐官、ジョン・ボルトンもイランはアラブ首長国連邦沖の船舶への最近の攻撃で重要な役割を果たしていると批判し、在アブダビ米国大使館でのブリーフィングでジャーナリストに対してイランはほぼ確実に攻撃の責任を負っていると語り、他に誰がやると思う ネパール人がやった後でもなどと語った。イランはすぐにその疑いを退け、イラン外務省のスポークスマンも馬鹿げているとして、ボルトンを戦争挑発やと呼んだ。イランは海上交通を標的にするという考えをナンセンスだとし、事件の全面的な調査を求めた。イランは議会候報を通して、タンカーへの攻撃をイスラエルの悪事と呼んだ。 イランは声明でこれ以上の言及をしなかったが、イランはこれがイラン政府の結論であると述べた。同時期にイランが協力しているとされる武装組織風刺によってイエメンの石油パイプラインを攻撃されていたサウジアラビアは湾岸協力会議とアラブ連盟の指導者たちによる緊急会合を開き地域の安全保障と近年の武力振興とその結果について協議した。アーディル アルジュベール国務大臣は、サウジアラビアは、戦争を回避するために最善を尽くしているが、一方で、あらゆる脅威から国を守る準備はできていると述べた。サウジアラビアはイランがこの地域を不安定化させていると、非難し、国際社会に対して、イランの、そうした行為を止める責任があると訴えた。湾岸協力会議とアラブ連盟諸国は、メッカで3回の首脳会談を開き、イランに、 近隣諸国への内政干渉を止めるよう求め、テヘランによる海上安全保障に対する脅威を非難した。イランはこの主張を根拠がないと批判し、サウジアラビアはアメリカとシオニストたちの計画を推進していると非難した。ノルウェー、サウジアラビアとアラブ首長国連邦による国連安全保障理事会への共同声明の後、サウジアラビアのムアリミ国連大使は、 この行動の責任はイランの創建にかかっている。我々はこの声明を出すのをためらうことはない。と述べた。イギリス外務省も攻撃事件を指揮したとしてイランを非難する声明を発表し、フジャイラ港沖で4隻の石油タンカーが攻撃された5月12日の事件について、 アラブ首長国連邦主導の調査では洗練されたステートアクターにより実行されたと結論付けられている。我々はイランがその攻撃に責任を負うと確信していると述べた。さらに、翌6月に発生したタンカー攻撃事件について独自評価した声明も発表し、イラン軍の一部イラン革命防衛隊が6月13日に2隻のタンカーを攻撃したのはほぼ確実だ。 他に攻撃に責任を負う国家、非国家主体は見当たらないと結論付けた。ありがとうございます。